今日も愛犬のホタテちゃんとドッグラン、ロットワイラーのパピーかわいいね。グレートデーンのリンちゃんは暑くて暑くて日陰を、ノア君は大きなワンちゃんが大好き。3匹とも子犬でパピー、ピットブルのベルちゃんと仲良くポーズ。ミツバチビーグルが様子を見に来てますね。こちらはダブルコーギー。サモエドのユウくんもこんにちは。お水を求めてジャックラッセル。遠くを見ようとして首を伸ばした時に片方の前足が上がることがあります。好奇心が旺盛な犬種の特徴ですね。知らんけど。今日も陽気なホタテちゃん。こちらは土佐犬のパピー。闘犬種と言われる犬は事前にドッグランに必ず確認が必要です。とてもお利口で社交的な土佐犬パピー。犬種に関係なく子犬の時から多くの人や犬と触れ合わせることが親の責任です。愛犬以外興味がないのはちょっと。わあ、でかい犬怖いな。スマホいじったり飲酒運転する人間に言われたくないよね。さ、女子プロレスラーの試合開始です。喉乾いたね、ボス君。後ろからまたいだら怒られるよ、ボス君。グレートデーンのエルちゃんは参加せずに周りをジャンプ。楽しそう。ヒョウ柄のホタテ以外はみんな1歳未満のパピー。海外の CM みたい。
今日もみんなホタテと遊んでくれてありがとう。